ぶかっきと申します。うまい飯と酒のためもう一働きいたしましょう。もう終わったけどな。拍手じゃあ。さあそしてもう一人、マイクが低いのはすまんな、たすきのせいじゃ。あ、自分で上げて大丈夫。私は秀丸、戦より掃除の方が大好きだ。美しい関ヶ原が大好きだ。そしてこの樽井町も大好きだぞ。よろしくねよろしくね、よろしくね、よろしくね。軽いな、あの綺麗好きなんですね。あ、そうだ、はい。この足軽二人なんだが、タツキの方はなぜ戦っておるかというと、うまい酒と飯のためだけに戦っております。あと武功をあげようとかそういうことじゃないです。ただ食い物の酒だけです。はい。で、それ一方秀丸というのはな、ほんと掃除好きでな、あの気がつくと掃除をしてくれて、関ヶ原の中でもよく落ちておる古戦場のゴミを拾ったりしてな、清掃活動もしてくれておる非常に素晴らしいスーパー足軽じゃな。酒と飯のために戦っておる足軽とは全然わけが違うという感じな。私もどちらかというと酒のために戦っておる。そうじゃな、あの酒で失敗したのが福島正則じゃな失敗ではないんじゃよいや、また歴史の話するとほらみんなが、あの距離ができますよ。長くなるんだな。ウコン見たか、だいぶ増えてきたぞ。よかった、トークでよかった。ありがとうございます。いや、しかしまさか本当に足軽を忘れるとは。まあそういうこともあるけど、まあ大丈夫じゃよ。ごめんね。さあというわけで、だいぶ雨の方もこれ少し止んできたような感じでね、これがやっぱりこの霧島武将高山右近の力じゃないかなと。そういう時だけ私を持ち上げるじゃないかなと思いまするゆえ、みなみな、あの手を合わせてこの霧島武将高山右近に、そうじゃそうじゃ、今あそこの一人はちゃんと手を合わせてくれた。ありがとうございます。霧島に回収してくださいね。あの意外に多分武将隊といってもみなみなあまり知らなさそうなので、まあ、関ヶ原にこういう武将隊があるぞということだけは覚えておいてくだされ。普段はお名前が違いましてな、はい、古戦場おもてなし武将隊関ヶ原組となっております。まあ長いので関ヶ原組と覚えておいてくだされば結構です。はい、あの我々関ヶ原町、樽井町、岐阜県、それ以外でも全国飛び回って PR の方させてもらいますので、もしご用命があればお呼びいただければ結構ですし、また我々も常に武将と足軽を募集しております。そうですね、血のにじむような努力は必要ですが、我々と一緒にこう地元を盛り上げる活動をしたいという方がいらっしゃいましたから、ぜひぜひ今こちらの方に流れておりますアドレスの方に、アクセスしてください。今見えておると思います。今ここにテロップを流してもらってます。あ、なるほど。心の清いものだけは見えますからな。おお、これだの、よう見えたの絶対お前は見えたいや、あの関ヶ原役場に電話してもらってもいいし、観光協会に電話してもらっても大丈夫ですね。あとツイッターというものをやっているものがおったら、関ヶ原組で検索してもらいますと、我々の公式ツイッターのページがありまして、そちらの方でお問い合わせの方は、ね、受け付けておりますので、共に来年420年を迎えるこの西見のを一緒に盛り上げてまいろうではありませんか。まだまだ我々の活動は、ずっと続きますので、今年と来年だけではございませんからね。ぜひぜひまたご興味のある方は一緒に盛り上がってまいりましょう。いやー、うまくわし話まとめたんで、あとはウコンよろしくじゃ。本当いきなり飛ばされましたね。まあ、皆様に一つだけお伝えしておきたいことがございます。本日この樽井町でこのように催しが行われておりますけれども、同時に我らが普段活動している関ヶ原町でも関ヶ原合戦祭りが今日明日の2日間行われております。そしてなんと今回はこの樽井町から関ヶ原町へのシャトルバスも出ておりますので、はい、まあ、かような雨の中ではございますが、関ヶ原にもお越しいただければ嬉しいございます。まあ、雨がちょっとという方は明日は晴れますゆえ、明日こそは関ヶ原町に来ていただけると、まあ、両方楽しんでないかな。お昼からは少しでも、ね、少しあの天気が落ち着いてきそうな感じにも見えますけど、うん、さあそして来週26、27なんでございますが、ひでまるどこ行くんじゃ。我々はどこ町行くん。どこ。養老町と、はい、養老町とアンパチ。アンパチ、アンパチ。そしてあ、ボードは終わった。はい、ボードは台風で流れてしまいました。海津町です。海津町、海津町とアンパチ町と養老町、そう、26、27はこの3カ所を
この黒田長政と足軽秀丸、そして今日ちょっとおらんのでな、細川お木本という武将3人で回らさせていただきます。残りあと5箇所ぐらいかな、あ6箇所ありますけれども、まだまだ我々、PR に邁進してまいりますので、どっかでお会いできましたらぜひともお声掛けください。関ヶ原組と申しますのでね、多分名前をまだ覚わってないと思いますが、こちらが黒田長政。ちなみに父は黒田官兵衛です。官兵衛の息子です。そうです、息子さんじゃ。そしてこちらが、頭に十字架をつけておるんでな、これだけ覚えておいてくだされ、高山右近というキリシタン武将でございます。ちなみに前田利家様の家臣でございました。前田利家って言った途端に半分お客さん帰ったのでやめてみましょう。いや帰ってないじゃないですか。そしてこの大きな角、清洲城城主福島正則、有名じゃな、福島正則でございます。黒田長政と兜を交換した中で、そうじゃ、そうです、もともとはこっちの兜だったんだな、うん、そうですね。でその後に、半兵衛様の一ノ谷という兜を、さすがまたややこしくなると半分帰るんでやめましょうね、はい、まあ、角だけでも覚えて帰ってくださるの、そうですね、はい、角と十字架覚えててくだされ、はい、そしてわしが、三成に過ぎたるもの二つあり、島の左近と沢山の城と言われたあの島左近義王記じゃ、よろしくお願いいたす。さあというわけで名前も覚えていただいたことなのでな、これで締めたいと思う。家南の整列じゃ、あこれにして西見の間違えた、これにて関ヶ原合戦西見の PR 対関ヶ原組演舞を終了いたします。誠にありがとうございました。ありがとうございました。ならばじゃあまたどっかでお会いいたしましょう。ありがとうございます。またお会いいたします。